はい、もう一箇所の場所に到着いたしました。ここもね、前回来たことのある場所なんですよ。詳しくはね、進みながら説明をしていきたいと思います。どうも、失礼いたします。失礼します。はい、こちらはですね、このようにお供えがしてありますけれども、はい、須藤さんと言っていいのか、須藤さんと言っていいのか、多分須藤法人さんという方だと思います。この方は秋田生まれの霊能者の方です。で、この方がこの地に、ちょうどこの場所に、自身の信仰宗教を開いて、信者たちを集めて日々修行などを行っていたようです。小さい頃からすごく霊能力のある方だったらしいんで、いろいろ皆さんの相談とかにも乗っていらっしゃったみたいです。こうやって今でもお供え物があるっていうことは、こんな山奥なのにもかかわらず信仰していたあの信者の方たちは日々訪れてるんだなっていうのを感じますよね。ちょっとここスピリットボックスで、で須藤さんは亡くなった後にここに祀られてるので、ここに須藤さんの霊がいるのかもしれない。どうもこんばんは、夜分申し訳ございません。ここに須藤さんはいらっしゃいますか？もしいらっしゃいましたら、お返事いただけるとありがたいです。今ちょっとだけ声が聞こえたんですが、いらっしゃいますか？失礼いたします。すごいノイズが多いね。ここが多分その宗教の活動の場だったとこなんじゃないでしょうかね。ちょっと坂道になってるから、以前私ここに一度来てるんで、何があるかっていうのは大体熟知してるんですけど、相変わらずここね、夜来ると怖いな。実はこの奥に、石像があるんですよ。草も増えてるね。いけるかな。厳しいかなぁ、これ。ちょっと厳しいね。この奥に見えないかもしれないですけど、石仏が何体もあるんですよ。ちょっと草が増えすぎて、ちょっとやめときますね。この建物が、以前来たとき、開いてたんですよ。開いてて、オーブがたくさん飛んでたんだけど、今は閉まってるといいけど、開いてるよ。すいません、こんばんは。誰かおられますか、ここに。これ絶対定期的に人が来てるので、ちょっと中に入ってはいけないもんだと思いますので、中には入りません。でもなんで紙が貼られてないんだろう。で、前回この入り口からもオーブがすんごい飛んでたんですよ。今回はちょっとここでオーブが飛んでるのか、ちょっと検証してみましょう。
こに誰かおられますか？前回と打って変わって今回はオーブンが飛んでないね。あ、なんか今飛んだな。あ、飛んでる飛んでる、やっぱり飛んでる。今見えましたか？奥の方から飛んできたの。ほら、今ちなみに虫がいる季節じゃありません。気温が6度しかありません。これ明らかに生活感みたいになるんで、定期的に誰かがここを管理してるんだと思うので、ちょっと中へ入るのはやめます。ここからのみ撮影するのみとなります。その今そこに、ここにかけてあるこれ、前回来た時なかったですもん。もしここに誰かおられましたら、音か何かで反応を示していただけますか？静かだね。ちょっと出ましょうか。失礼しました。夜分すいません。この中へは入ってはいけないと思う、いろんな意味で。以前ここの写真を撮った時に、あの2階の窓に大きな人の顔が写ってたんですよ。今回はなさそうですけどね。多分あの時は多分警戒されてたのかなって自分で思いますね、今考えると。で、今回私2回目なので、どうも失礼いたしました。それでは戻りたいと思います。はい、こんな感じで今回も赤倉霊場行ってきましたが、何回行ってもここはちょっとね、別空間ですよ。やっぱりもうね、空気が違うし、私が思ってる心霊スポットであったり神社とか霊場とはね、ちょっと別物ですね。で、スピリットボックスの方も相変わらずいろんな声が入ってきて、ちょっと定まらないっていう感じでしたし、なんだろうな、もうとにかく、圧倒されるというか、そういった感じがある場所でした。まあ、
霊場って今まで何箇所か行ってきたんですけど、その中でもここはちょっと群を抜いてますね。本当にいろんな冒頭でも話をしましたけれども、神様と呼ばれる霊能力者が修行の場としてここに訪れていたっていうことで、その方々がいろんな信仰宗教あったわけじゃないですか。で、そういったいろんなその宗教が集まってる場所でもあるので、弘法大師の像があったりとか、龍神様があったりとか、いろいろあるんですよ。で、なので統一性もなかったし、その歩いていくと、そのエリアエリアによって信仰宗教が違うっていうのが明らかにわかるんですよ。で、お堂がたくさんあって、なので本当にね、多国籍って言ったらちょっと言い方大げさかもしれないけど、そんな感じの霊場でした。今回動画を見てくださった方、もし動画の中で何か聞こえたよとか見えたよっていう方ありましたら、コメントいただけるとありがたいです。あと、よかったらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけるとすごくありがたいです。ではね、次回もまた楽しみにしてください。それではバイバーイ。